はい、こんにちは、ゆうかりチャンネルです。今日はですね、この間あげたこちらのにゃんこのがま口の同じ編み方で少しね、くまとうさぎもちょっと編んでみました。こちらセリアさんのエンジェルコットンの紫で編んでいます。こっちがくまちゃんで、こちらがうさぎです。こんな感じで同じですね、編み方はほぼ一緒です。で、ここの白いお花の部分がこちらの1個分になっていて、ここに刺繍をしています。うさぎちゃんの方はこう V に1って感じ、くまちゃんの方はお花をちょっと茶色を濃く塗りつぶすように刺繍をしました。で、こちらのお耳は和の作り目で、細編みを1段目は5回編み入れて、次の目は全ての目に細編みを2回ずつ編んで4段編んでいます。それを2つですね。で、同じ編み方でこちらのうさぎの方は7段目まで、とね、くまちゃんのお耳を7段目まで長くしてつけてみました。目も6ミリの刺し目を足をカットしてつけています。ねっちゃんよりもおひげとかのパーツが少ないので、時間的には早く仕上げることができました。ね、こちらもボンドで仕上げていきました。猫ちゃん以外はこちらです。猫ちゃん以外で編んでも可愛いですね、やっぱり。こちら猫ちゃん。そして、同じセリアで、他のがま口でも作ってみたくなったので買ってきました。同じものを2つ買ってきました。 CTA の108のがま口金丸型シルバープレイズさんから出ています。でもできるかな、まあ、同じやり方なのでね、この開いた口金のとこまで、増し目をしていって、あとは高さをね変えていくだけなので、こちらでもちょっと違うものを作ってみたいと思います。はい、2つ買ってきました。で、最近編んでいるものなんですが、今はね、オパール毛糸で今シュシュを何個か編みたくなって編んでるんですけど、柄に飢えているっていうの、オパールの柄に飢えているですよ。このこういう編み地が見たくなるっていうんですか。こちらはオパールさんじゃなくて東海さんで買わせていただいたウィスターから出ているしましまの毛糸というものです。 100g ウール75の、ナイロンが 25% スーパーウォッシュって書いてある。ここにも、ね、QR コードが載っています。こうやってネットフリックスをちょびちょび見ながら編んでいます。ちょっと編み地が整ってませんけど、こういう感じでね、42、3、45センチぐらいまで編んで輪にすると、これすごく柄が可愛くて、シュシュにしたらなんか秋っぽい色なので、シュシュにしたらすごく可愛いかなと思います。なんか赤とかオレンジとか入ってるものって秋にすごい欲しくなるんですけど、そういった服にもね合うかなと思って編んでいます。この間編んだこちらはね、なんか四角にのカゴは見たかったんだけど、編み続けていったらほぼ丸です。普通こう角が出てくるもんだと思ってたんですけど、はい、これもねこういうとこつけてみて、できたものをポイポイと入れています。で、一応どの糸で作ったか分かるように、こういうねタグで一応印をつけてあります。これはヒュンフという糸です。この色合いが、この糸大好きです。
でこっちはミャウコレクションと普通の単色の純毛ケーキですね。純毛中細の。でここはお家にあった何の糸かな、これオパールの残り糸です。もう帯がないので何かわからないです。ミャウコレクション単色でオパールの何かしらで、昨日完成したのがこちらのオパールのモネ、モネシリーズの菊の花です。これ可愛い、色が可愛いんですよね。で、覚えでこういう風に書いてあります。めっちゃ可愛い。で、今はこれはオパールではなくしましまの毛糸というものを使っています。あと気になっている糸はカメレオンカメラという糸で何か編んでみたいなと思ってますが、まだ在庫がね、糸の在庫もたくさんあるので、少しね今ある糸も使いつつ、夏なんですけども、なんかこういった冬の糸を掘り出してきては編んでいます。これだけなんとなく他ごとやりながらも編めるのでいいですよね。こちらはね、24目を輪にして、ずっと編んでいきます。24目です。オパールよりこっちの方がちょっと細いのかな。こっちの方が細い感じしますね。編み目がちょっと緩い感じで編めてるので。で、コメントもいつもありがとうございます。なんか分かりやすかったですとか、なんか温かいコメントが多くてとても嬉しいです。はい、では今日はこんな感じで編んでみたものと購入したものを紹介してみました。最後までご視聴いただきありがとうございます。次回の動画もお楽しみに。ゆうかりチャンネルでした。バイチャー。